共感力が強い若い人たちがとっても共感してしまうがためにご飯も食べられないし眠れないし死にたい死にたいっていう相談がとってもたくさん来ているっていう話を聞きました。回答者がみんなお坊さんっていう人生相談サイトがあるんですけれども、ハスの葉っていう、そこのハスの葉にそのことについての相談がものすごくたくさん来ていてとっても心配だっていうことを運営主の人から聞きました。日頃考えていない死のことを目の当たりにしてショックだったり動揺したりっていうのは人としてすごく普通のことなので、時間がかかったとしても、あるいは隣の人がすごい先週まで一緒に悲しんでくれてたのにもうケロッとしてるってなってたとしても、人それぞれそれまでのいろんな体験が違うので、もしかしたら親族の死にいっぱい直面してる人はこう治っていくのも早いかもしれないわけですし、そういう事情が一人一人全然違うので、そんなに気にすることはないです。それにあと、もう全然平気って思ってたとしても、その人を思い出してしまうような、例えば記念日に遭遇するとか、その人の出演していた映画を見るとはなしに見てしまったりっていう時に急にまた込み上げてきてわーってなってしまうこともあるかもしれませんけど、それも普通のことなので、共感できてる自分っていうのを愛おしく思ってほしいと思います。共感できたな、人のこと、赤の他人のことなのに共感できたなっていう自分を素敵だなって思えたらそれでいいと思います。これでいいんだなって、悲しみを感じられる自分は一人ぼっちじゃないんだなっていうふうに思えたら、それで少しずつ悲しみが慣れていく、悲しみが消えるっていうことはないんですけれども、悲しみに慣れていくだと思うんですね。とにかく癒されていく時間の長さも一人一人違って当たり前なので、誰とも比べないっていうのが大切です。例えばお酒を飲んだり睡眠薬をもらってきたり安定剤を飲んでみたりっていうことで、いや本当に何も手につかないとか眠れないっていうことが一時的には解消するかもしれないんですけれども、でもその死別のショックっていうのは、私もいつか死ぬんだっていうことを受け入れたりとか、たくさんの人の死に出会って慣れていったりすることでしか、やっぱり軽くはなっていかないと思うんですね。瞬間的に忘れようとして薬を使ったりっていうことをしてしまうと、かえって長引いてしまうこともあるかもしれない。だから今皆さんにやってほしいのは、比べなくてもいいんだよって言ってくれる人と出会うことなんですね。それは普通のことだし、人と違っててもいいんだよって言ってくれる人と出会ってほしいと思います。私たち日本人っていうのは、長いこと死に別れる悲しみっていうのをお経をあげていただくっていうことで癒してきたんですね。どうしてかっていうと、仏教の教えそのものが比べなくってもいいよっていうところから始まってるんですよね。だからお坊さんって、まあなんとなく皆さんの周りにいるお坊さんっていうとピンとこないかもしれないんですけれども、本当はお坊様っていう方はみんな比べなくっていいんだよっていうことを言ってくれる人なんです。本来は今もしものすごい辛くて悲しいっていう人がいたら、隣の誰かと比べないで、で自分が悲しいっていう気持ちを大事にしてください。悲しめるっていうことは共感能力なんです。自分とは関係ない人のことを思いやれるから悲しいんです。ですので、もし周りに悲しんでて立ち直れないような感じの人がいたとしたら、その気持ちを共有して、妙に言葉で励まさなくてもいいと思うんです。そっとしておいてあげてください。